こんにちは、ふみやきんでございます。ですね、今日は短所は実はすごく魅力に変わるんだということで、短所は武器というふうに、伝わればなという話をします。これはですね、まあ、僕はこの結構このふみやきんをですね、見てくれてる人の中でも、まあ、できたら中学生高校生とかのティーンエイジャーたちにこうメッセージを届けたいという思いで、まあ、これやってるんですけど、なんか俺はこれが苦手、俺はこれができひんとかね、なんか自分のこう短所をなんかすごくこう気にしてたりとかする子が多いかなとか思うんで、ちょっと僕のエピソードからちょっと伝えたいことの一つで、僕ね、若い時からこう誰にでも会いに行くというかね、なんか人間別にね、ご飯食ってね、トイレ行って寝て、みんな普通に生きてる人間はみんな人間なんやから、別にその遠慮せんでもいいんじゃねえかなみたいな感じで、誰にでもこう会いに行くとこがあったんですよ。っていうのもね、これ僕本当にお若い皆さんにメッセージなんですけど、だって近いところにおるね、似たようなことを考えている友達に相談してもあんま答えって出てこないでしょ。で、それとか、経験の少ない大人の人たちに話してもね、ほとんどやっぱね、言われることは大体絶対無理とかね、そのできるわけがないとかね、で、世の中な甘いもんじゃないんだとか、この3つ否定的ナイスアドバイス3点セットって言うんですけど、大体ね、経験ない大人は、そうやって否定され、してくるんですよね。だから、僕、若い時に、どうせ出会うならば、やったことのある人に会いに行くとね、やり方を教えてくれる。で、そうするとなんかこう、もやもやしてた心の中のこう白黒になってる、もやかかってる、なんかそんな未来予想図がこう、パーってカラーに変わったりするのはね、出会いやと思うんですよね。なんで、僕はもう若い時からいろんな人に話しかけたり、いろんな一流と言われる人らに会おうとずっといろんなことしてきたんですけど、でもね、僕も忘れられるのが、実はね、昔に、まだ20代の頃ですけど、ミスタープロ野球、わかりますかね、長嶋茂雄というですね、もう今やプロ野球界の、まあ、まさにレジェンドですわ。で、でもね、お若い皆さんやったらピンとけえへんかなと思うんで、お若い皆さんでもわかる人に例えるならば、まあ、今で言う、例えばイチロー選手みたいな、とかね、大谷選手みたいなね、まあ、そんな感覚かな。もう、本当に新しいとこ切り開いて、なんかそれをこう定着させたような、もうスーパースターです。ね。で、それ、まあ、昔の、ね、ミスタープロ野球って言われた、長嶋茂雄にですね、僕は会いたかったんです。そしたらね、ある時まだ、巨人軍の監督やってはった頃に、大阪のその、まあ、言うたら、阪神と、試合をするのに甲子園へ来た時に、当時、まあ、巨人軍が泊まるホテルが決まってて、で、そこの支配人さんと僕がある時ちょっと接点あって、で、ちょっと酔っ払った勢いで、その支配人さんがね、朝の早くから、その、長嶋さんは習慣があって、近くの神社にいつもお参りに行くんやということを、ちらっとね、酒飲んでる席でこう話したのを、もう僕、キャッチしてて、これはチャンスやと。ちょうど今、阪神と甲子園で試合してるかなと思ったんで、僕ね、翌日その聞いた神社に夜中の2時半頃から行ってね、もうミスターが来るぞと思ってずっとこう待っとったんですよね。ほったらね、夜が明けてきて、で、しらじら夜が明けてきてってした頃の朝もやかかるような時間帯に、ほんまにミスター長嶋がね、階段上がって来たんですよ、その神社に。で、僕ね、もう、ほんまに来たと思って、めっちゃ興奮しながら、でね、おはようございますって言って挨拶したらね、もう、なんも壁がなくて、おはようかなんか言ってね、で、おーと思って、監督、僕ね、監督に会いたくて、夜中からずっと待ってたんです、とか言ったら、ご苦労さんって言われました。だからね、うわ、ほんまこの人壁ないなと思って、で、実は監督僕ね、なんかこんなこんなで、あんなこんなで、とかっつって立ち話で、いろんなことこう質問も兼ねて、いろいろこう話して、で、し始めたらね、もうすごい笑顔で、なんか、そうか、そうか、って聞いてくれて、どんな言葉がこう返ってくるかなと思って待ってたら、そこからね、からなんですけど、長嶋茂雄という人、まあ、ある年齢から上ぐらいの人、僕らの世代はみんな分かってますけど、なんせね、
ほとんど人の話を聞いてないんですよ。でね、聞いたことに対して答えてくれるんやけれど、もう枝葉がどんどん分かれていって、そして英語がどんどんわけわからん英語がそこに織り交ざってきて、それでね、もう何を言ってるんですか、あなたって言いたくなるぐらい、ちんぷんかんぷんのことばっかり返ってきて、で、まあ、立ち話の10分15分でしたけど、だけどね、結果的には僕が聞いた質問には何一つ答えてくれなくて、ほんで、なんじゃこらって話なんですけど、だけど、そろそろいいかな、俺も忙しいんだ、かなか言いながら、お帰りになるっちゅうことやったんで、あ、すいませんでした、足止めさせてしまって、って言って、でもいろんなことを話できて、ほんまもう、感無量です、って、ありがとうございました、って、じゃあ、君も頑張ってね、なんて言いながらね、もう、朝日が上がってくる中を爽やかに、神社の前のまた階段ばーっ走って降りていく、軽快な長島茂を見送りながらね、僕ピーンって気づいたんですよ。あ、この人やっぱりすごいなと思えたんは、そう、確かに人間って誰でもね、長所と短所って必ずありますよ。で、この長所と短所なくそう思ってもなくならないですよね。だけど、世の中の人はみんな短所をなくそうと変な努力してんちゃうかなって。長島さん、確かにね、長所は光り輝いてますよ。ミスタープロ野球、ね、国民的ヒーロー、ね、もう言い出しゃきりないぐらい、やっぱ長島さんってすごいみんなの人気者。だけど、短所の方を見れば、今言うように話聞いてません。喋り出したら何言ってるかわかりません。英語が混ざりすぎです。で、下手したら、普通にその辺の電車の切符買うとかも、子供とかのスーパースターやから、一般常識みたいなことあんまり知らなかったりするらしいんですよ。だけど、ここで考えようなんですよ。長所が輝きまくってる人はね、短所が味わいになるんですよね。だって長島さんやもん、それが個性さ、それがいいところよとかっていう風にして僕だって笑ったんですよね。だけど普通に一般に生きてる僕だってそうですけど、僕にも長所もあるし短所もある。でもあの日を境に決めたこと一つ、もう短所は気にしない。僕の得意な長所なんて伸ばすことはもう夜寝やんでもね、好きな得意なことやから頑張れる。でどん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 長所をいっぱい伸ばせば、僕なりの短所が味わいに変わる、笑いに変わる、そういう風に人が思ってくれるぐらいの長所の伸ばしまくりっていうみたいなことを意識するとね、自分を嫌いになることがどんどん少なくなってくるし、そして僕が得意とすることをもっと伸ばせば、ね、こんな枠の中に収まってる必要ないんやから、どんどん枠を出て、枠でどんどん飛び出してね、その個性が将来皆さんの仕事とかね、なんか幸せな職業みたいなものに僕は絶対結びつくと思うんで、なんかね、自分の長所を一遍自分と対話して見つめて、それをガンガン伸ばして、短所が味わいに変わるぐらいの生き方を一つ提案したいなみたいなことを今日はお届けしたかったんです。ということで、チャンネル登録、なんかこう、ボタン、なんか押すとできるみたいですよ。よろしくどうぞお願いします。